ボールに向かってスイングをするのか、スイングしたところにボールがあるのかっていうね、そういうお話ですけど、まあ要はアドレスがとても重要になってきて、例えば理想のアドレスをしていくと、するとこのようなアドレスをして、そこで構える。特に腕の脱力がとても重要になってきます。で、この腕が脱力しているところで、ここで素振りをするということになる。で、ですからこう腕がこう脱力していると同じところに戻るということがまず言えます。ね、ですからここで、まずいいポジションを作ることがポイントになってくるんですが、アマチュアの方はこのようにね、うまくいかない方ってこうこの後にいいアドレスしてるんですが、最後にこうクラブでこうやってねまた合わせたりするんです。ですからボールに向かってアドレスするっていう感覚ですから、我々だとここで素振りをすると当たらないんですけれども、アマチュアの方うまくいかない方はここで当てちゃうんですね。当てれちゃうということが、問題になってきます。ここは空振りしなきゃいけないんです。でそのまま自分が歩いていけば当たるというね、これがゴルフのメカニズム、スイングしたところにボールがあるということになるんですね。ということで考えると、まずアドレスがとても重要です。そして、まあ、合わせるのではなくてですね、ボールは当たるわけですから、そうするともう、ここでは見ないで、例えば見ないで振っていくという練習ですね。正しいところにも必ず戻ってくるというふうにね、考えていただければいいかなというふうに思います。ですから、このように素振りをしたところにボールがあるというふうに、考え方を変えていくということがとても重要になってきます。ですから、まずアドレス、正しい理想のアドレスをした後に、テクテクと歩いてくる。そうすればね、そこにただボールがあるだけということですから、理想の形を崩さないで、スイングができます。合わせることはなく、アドレスしたところにボールがあるということになりますので、飛距離が、伸びるということになります。ボール合わせてる方がね、多いということですから、理想のスイング、理想のアドレスでやってみて、ください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。